そして南三極三本馬チュンドラさん8000点、まあ、こちら天杯を取るときにローマンを切るか9万を切るかというところがあったかと思いますが、はい、あれゴーさんがなんかチャンタ風の仕掛けをしてたんですけど、僕あんまりチャンタだと思ってなくて、まあ、どちらかというとトーン、厄介のトーンがメインなのかなと思っていて、どちらかというとローワンの方が危ないと思ったんですよね。でも打敗選択はローマンになりましたよね。ただ僕の手が9番手出ししちゃったらもう厄介バック確定みたいになっちゃうんで、ドラポンして目立ってたんでね、一応上がりやすいのはさすがにローマンかなと思って、まあ、一応9万も当たることもあるかもしれないんで、うん、はい、っていう感じに。なるほど、ご自身の上がりを自分の上がりのためにっていう感じですね、はい、なるほど、ありがとうございます。さあ景色はガラリと変わりました。小林2番手2万2900点持ち、親番続きます。南三極三本馬ドラは数万、直瀬のトンガといつドラが1枚、他はバラバラとしているが、いや一気に景色が良くなりましたね。そうですね。で大井さんはあー手がいい、すごくいい、もう親が近づいてきちゃったんで、はい、まあ、多少のリスクは取りに行くかもしれないですね、まあ、手がいいんで、まあ、ここは手を進めていくと思います、はい、少なくとも先ほどまでのように守備に全振りという選択ではなくなるわけですね、うん、そうですね。そしてこちらはホリデスチュンといつのドラドラ、あこれで漫画も見えますから、うん、あの仕掛けてももう1ターツできれば2役本一ドラドラ羽マンも見えますよ。それ見るのか、羽マンがあるともう一上がりでトップも見えますよ。まあ見ますね、うん、謙虚な堀さんですけど、それはちょっと見たいんじゃないですか。さあ、ね、行って進んだ、ペンチーピンの部分がね両面だったら、まあ、手なりで打つと思うんですけど、うん、マンズ、あこれで本一見ますね、もう完全に、はい、小林が動く、カンリャンソーからチーしていきます。一応ドラは切らないけど、おチャンタがあるからリャンピン切らないかなと思ったけど、上がり役はトンにしてドラを使うか、うん、そうですね、チャンタも見そうでしたけれどね。そうですね、だからトンが泣ける前提ということですか、はい、トンが泣ける前提で、まあ、できれば後継を作りたいってことですね、うん、頑張ってちゃんと作ったところで所詮違反なんでうまくいきますね、うん、まあ、こうやって自然にちゃんとになるかもしれないですからね、はい、ヤンピン残さずとも、これでちゃんとオアドラという小林です、うん、これはイーピン切るとポンですね。お小林に天杯が入ります。ローワンでは上がれませんが9ワンで上がれる天杯、これ9万数万に堀が声をかけます。あ9万は あそうだそうだ、本一だから出ない、ね、そうですね、堀が使いたいところですね、はい、まあ、ただ本一を狙わないと9万出るかも。でも小林さんの仕掛けがちゃんとっぽいから6万切れるかどうかですね。そうですね、もう堀としては白、まあ、白およびチュン役杯ドラさんで十分なんですよね。ドラの数万をポンしましたんで、小林は6万だと上がれない、9万だと上がれますが、堀が手が進んだ時にどう選択するか、うん、であとは小林さんの仕掛けにパーピン9ピン危ないんですよ。なんで、まあ、本一ね、マンズ伸びたらもう行くと思うんですけど、はい、無理やり本一っていうのはしないと思いますね。大井もこの9ピンが切りづらいってことですか。そうですね、まあ、いわゆるペン9ピン、ローピンだと上がれないけど、はい、9ピンだと上がれるっていう手を警戒してますね。ここ、はい、E ピンもポンされてますし、自分の手も苦しくなったんですね、うん、いけるのか、まずはパーピン、うん、パーピンが通るとね、キューピンも行きやすいですね。今フーって言ってましたねいやだいぶね、チャンタだと危なく見えるパーピンだと思うんですよ、うんうん、まあ、ただね、ドラチャンタだと、まあ、チャンタだと安い、そうですそうです、はい、はい、赤もないですからね、ええ、なんで
まあ、切りやすい牌ではあるんですが、まあ、報酬はしたくないですよね、こんな僅差で。あ、6と9どっち。役牌ポンではないんでね。お見事、さすがです。小林が上がれない方を選んで、はい、堀チュンで上がれる。お見事、捉えた。チュンドラさん8000は8900。今度は堀が2番手に立って、これはちょっとトップへの挑戦権を得たと言えるんじゃないでしょうか。そうですね、マンガンツモでトップはちょっと足りない、200点足らず、はい、